代わってドイツのペアです。マリアナ・カウツ、ノーマン・イェシケ、女性21歳、男性23歳です。この大会は4年連続4回目の出場です。ペアの場合にはやっぱり最初のソロジャンプですね、まあ、最初っていうか、まあ、ソロジャンプがうまくいくかどうかっていうのはすごく大きな問題になりますよね。この2人の感覚が開きましたよね、はい、それと同時にランディングの時のバランスがやっぱり違いますよね。だから、まあ、成功してもですね、ジャッジはそこら辺の部分を質として見ますんでね、この人はちょっと開きがもう一つかなっていうところですね。その辺がどうですかね。スロージャンプはトーループのスロージャンプですね。これはジュニアが今年でショートの課題としてトーループのダブルですけれども、まあ、その関係でシニアもトーループをやる人が増えてきましたけどね、高さがもう一つないですよね。このリフトは非常に安定してますね。ですけど非常にシンプルなリフトですね、はい、出るときに両足になりましたね。それと同時に入っていくのに長かったですね、前がね、それとポジションが同じポジションできちんとキープされていませんから、そこら辺がやっぱり減点の対象になってくるでしょうね。キャッチウエストキャメル、まあ、お互いのどこを持っているキャメルですね。そこからの変化ですね。キャメルからキャメルのポジションからシットに入って最後ですね。画面で見てるとね、ちょっと分かりづらいのがやっぱりスピードなんですよね。そうですね、まあ、このカップル見てると後ろに書いてあるその看板がですね、割と見えますよね、はい、ということはスピードがもう一つないということになるんですね。ですからそういう意味でやっぱり印象がもう一つ強くなる。それとやっぱり技術のところに流れがない。ですからやっぱり点数を出すときにそういうところが当然評価されていきますので、高い点を取るという面ではちょっともう一つかなっていう面がありますね。これがツイストですね。これご覧になるように、まあ、分かる、片足が開いてませんよね。そうですね。ですからこれはもう完全に減点、しかも足が曲がってますね、これがスローのトリプルトーループですね。これは良かったですね。ただ高さがもうちょっと欲しいですね。でこのリフトは非常に単純ですよね。最終的には片手になってワンハンドになってはいますけれども、まあ、降りるときそのまま降りてきますけど、変化っていう分ではあまりないですね、はい、ですからそういうところが技術点を評価するときにジャッジは見てますので、まあ、このぐらいの演技だとやっぱり、まあ、4点ぐらい良いという部類で、非常に良いまではいかない。だから中国の部分と見ると技術的な面の難しさっていうのは中国の方がはるかに高い。でこの減点される部分もありますから、ですからどうしてももう一つ点が出てくる。そうですね、はい。
エレメンツの得点下は 4.2 です。上は 4.8 という評価でした。やっぱりあのスピード感がない。そうですね、スピード感がないって、スピードがないから避けそうなんですけどね、流れがない、ですからなんかこう一生懸命演技をやってるっていうふうになるんですね。だからそこら辺がもう一つ点数が上がらないところですね。そうですね、プレゼンテーションの方上は 5.0 まで出ています。